皆さんこんにちは、みこです。今ね、仕事から帰ったところです。帰ったところっていうか、帰って小踊りをした後です。ちょっとね、今日、小踊りするようなことがあって、で、今動画撮ってるんですけど、何かっていうとですね、今日ね、仕事に行ったら、次のね、契約更新をね、伸ばしてもらえましたということで、おめでとうございます私。はい、ということで、6月までの、契約だったんですけど、とりあえず、9月までね、契約を更新してもらえました。わーい、思っても見なかったんで、めっちゃ嬉しいですね。なんかね、最近もなんかまだ何人かポロ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 、その新しくそのパートさんが入ってきてて、で、その今私が行ってるところをね、そのまあ今就活してるから、就活のついでに見たりすると、なんか7月までとかでね、募集が出てたりしてたんですよ。で、なんか7月までの募集を新たに出すんだったら、なんか今いる人を7月まで延長してくれたらいいのにねとか言って、その同期というかの人たちとなんか話してて、なんかそんな声かかったとか言ってたら、いやかかってないとか言ってみんな言ってて、でなんかどうせなら7月までさせてもらくれたらいいのにねとか言って、なんで募集かけてるんかねとか言って、結構みんな言ってたんですよ。でそしたらね、今日仕事中に、なんかちょっといいですかとか言って、なんかちょっとパソコンにロックをかけて会議室まで来てくださいとか言って、なんか真顔でね、呼び出しというか声かけられたんで、なんかビクってなって、まあ私もなんかね、この仕事はね、なんかかなりのなんかアウェー感というか、まあやったことがない中やってるから、もうね、そんな真顔でね、ちょっと会議室までとか言われたら、私また何かこれやらかしたかもと思って、でなんかまあね、とぼとぼ会議室行ったんですよ。でそうしたらね、契約更新の話だったっていうね、たっていうオチなんですけど、もうね、ラッキーですよね。でね、まあね、契約更新の時になんかその紙渡されて、こちらがなんか今の評価ですみたいなね、紙を渡されたんですけど、なんかね、細かく時給設定条件とかって書いてあったんですけど、まあその結果ね、まあ時給は上がってもないけど、まあ下がってもないっていうね、これを見るとね、なんか時給ってほら横ばいか上がるって思ってるじゃないですか。でもこのコールセンターチームの時給条件見ると、なんかできてないとね、マイナス10円とかマイナス30円とか書いてあって、なんか減らされることもあるみたいです。怖ー怖ーって感じあるみたいですけど、まあかろうじて、まあ、減らされてはいないというね、現状維持ということで、まあね、その、話してくださった方も、まあ、入ったばっかしなので、まあ、その、時給のこう、アップはないんですけど、って言われたけど、まあ、アップはまあ、期待してないけど、ダウンが怖いわいと思ったけど、まあ、それはなかったんですけど、まあ、そんなことでね、まあ引き続き就活はしていくんですけども、9月までということでね、今年まあ夏の間はね、コールセンターに、通えるっていうことで、まあちょっとね、首の皮1枚つながりましたね。まあその間にね、なんか次探さないといけないけど、まあでも結局、1月からデータ入力の仕事始めて、1、2ヶ月、1月2月データ入力して、3月からコールセンターなんで、3、4、5、6、
7、8、9だと、まあ、8ヶ月か。ね、8ヶ月。ん？違う。嘘ばっかし。3、4、5、6、7、8、9。なんで8ヶ月なんだ？ 7 ヶ月だった。7ヶ月ね。まあ、意外に長く、なんか臨時的に入った割にはまあ長く勤めさせていただけるなっていうことで、まあね、頑張っていこうと思いを、新たにしております。はい、そういうね、今日は、急なんですけどご報告でした。コールセンター仲間の皆様頑張りましょう。そして、前職私のね、品出しパートの仲間の皆さんもだんだん熱くなってくるけど頑張っていきましょう。なんかね、カバンの中身紹介してほしいっていうね方いらっしゃったので、まあ私のカバンの中身なんか大したことないんだけど、まあちょっとね、やってみようかなと思って、まあ、自分自身はね、雑誌のね、あなたのカバン、女優さんのねカバンの中身見せてくださいとか、ポーチの中身見せてくださいっていうのすごい好きなんですよ。なんか私が財布とかポーチとか、なんかいうなんかこう四角くって小さいものみたいなのがすごい好きなんで、雑誌のその特集あったら絶対見ちゃう。最近はなんか YouTube のチャンネルでなんか防具かなんかがやってるね、なんか女優さんのカバンの中身見せてくださいみたいなの、あれもめっちゃ好きでよく見てるんですけど、まあね、その防具に出てくるねブランドのカバンにはまあ及びませんが、私の今のこれ通勤カバンでございます。300円です。で、今何が入ってるかっていうと、まあまず何が入ってるかっていうと、一番にはここに鍵ね、こうビヨーンってなる、これに家の鍵と車の鍵をつけてます。それから今お仕事行ってるので、お茶ですね、マイ水筒が入ってて、それから小さい方のこれはマスクケースです。外した時に一旦入れて取っておく、もう今あんまし使うことなくなったけど、でもまあね、まあもうちょっといるのかな、これマスクケース。それからじゃん、さっき言ってた私の好きなポーチの、これ雑誌の付録なんだけど、これ何が入ってるかというと、お薬です。お薬で、私ね、最近そうでもないんだけど、めっちゃお腹弱いんですよ。男の子みたいな感じ、すぐお腹ピーってなっちゃうタイプで、まあ食べ物でもすぐなるんだけど、まあ精神的にも仕事、新しい仕事とかだと結構ピーとかなりやすいタイプ、ね、こう見えてね、気が小さいもので、だからこの知ってます？これなんか昔からあるね、赤玉腹薬ん、じゃあ小粒赤玉腹薬っていうのがあるんですけど、これが結構ね、ピタッとよく止まるんですよ。だからこれは絶対必須で持ってて、あとはまあ頭痛薬とかちょっとしたもの、なんか痛み止めとかね、ちょっと入れてますけど、これね、絶対必須なんですよ。だからこれは仕事の時は持ち歩いてます。それからはい、これはまあこれも雑誌の付録ですね。一時期こうなんかね、今ちょっと下火になってるのかな、一時期なんかすごい流行りましたよね、なんか雑誌の付録ね。で、私もまあ例に漏れず、可愛いのがあったら買っちゃうみたいなことやってて、これ何だったっけ、なんかリンネルじゃないよ、何だったっけ、なんか忘れたけど、はい、レストローブのこれね、まあ本革だったらいいけど、まあ合皮なんですけど、合皮のガマ口ポーチで、これはね何が入ってるかっていうと、今言ってる仕事の ID が入ってます。で、まあ大事なものだし、
裸でカバンに入れてて、このカバンがね、あの口がバーンと開いてるのなので、もし落としたら大変なことになるので、これに入れて、このカバンに入れてるっていう感じです。それから、あ、これももうね、ほぼいらないな。これね、ま、なんだっけ、なんていうのかな。何?植物のオイルのなんかいい匂いするやつで、まああのそのマスクにシュッとするとすごくいい匂いが続くみたいなんで買ってたけど、まああんまり使ってないんだけど、たまに気分転換で、あの夏場暑い時とかなんかもう暑苦しいじゃないですか。で、かまあ買ってたんですけど、まああんまり使ってないからまだいっぱいあるけど、うん、これね、これももういらなくなってきましたね。で、はい、お買い物バッグ一つ。おっと、今日は一つしか入ってないけど、だいたい二つぐらい。これちっちゃめで、もう一個大きめのも二つ入れてます。で、それから、ファイルケース。さっきみたいに、急になんかちょっと書類とか、もらうことがあるので、そういうのを、なんかぐちゃぐちゃにならないために、ファイルケース入れてます。それから、はい、扇子。これもなんか何年か前の雑誌の付録です。はい、これはね、更年期の私には必須な、急に暑くなるので、これ、扇子はいつもカバンに入れてます。冬でも入れてることが多いです。扇子、それから、お化粧ポーチ、これさっきのこのなんだっけ、これとオソロで、これも雑誌の付録なんですよね。本当に雑誌の付録しか入ってないよ。はい、雑誌の付録で、これはまあ一応化粧ポーチにしてて、化粧ポーチ何が入ってるかな。これでしょ、前髪を最近ね、この髪型にしてから結構前髪とかすように、櫛、これ100均、それからこれ油取り紙、でももうほぼ使わないんですけど、もうだから使ってないからもうなんかボロボロになってて、なんかただ入ってるだけみたいな、もう捨ててもいいんだけどぐらいの勢いで。ただ入ってるだけで、それから手鏡、それからまあね、リップクリームでしょ、で口紅でしょ、今日はこれ UR グラム、これ100均ですの口紅。いや、私実はね、お化粧品の中で一番口紅が好きで、で今までずっとマスクしてたからつけれなかったじゃないですか。だからこの春からマスクが解禁になったからめっちゃ嬉しくって、毎日ね、今日はどの色つけようかなみたいな感じで口紅は絶対つけるようにしてます。でこれがリップペンシルで、リップペンシルで唇の輪郭補正してからリップ塗るって感じ、口紅塗るって感じから、マウスウォッシュね、マウスウォッシュと、それから爪切り、これはね、前調理師の仕事してた時に、私なんか爪がやっぱりずっと水使うんで、ちょっと爪が割れたりして、そうしたらその仕事にならないから、でもちろん割れたのがこう、もし食べ物に入って異物混入になってもいけないので、ちょっと割れたりしたらすぐ切れるようにと思って買った、爪切りです。あ、これもあった。これはリップコート、口紅の上に塗ると一瞬でこう、なんていうかな、落ちない口紅になるみたいなリップコート、それからこの超ちっちゃい前髪ポチって止める、これはね、多分島村で買いました。
それから、リップブラシ。今あまりリップブラシで塗らないんだけど、たまに使います。で、あと、あ、爪やすりね。さっきの爪切りで切った後にちょっと整えるように爪やすりと、それから、カット板。これも調理師の時はね、絶対に必要。血が出たり、もし切り傷で血が出たりしたら、衛生上良くないので、カット板と、それから、これね、これ、100均のセリアかなんかにあったと思うんだけど、これ透明のケースがあって、これに、爪楊枝と、なんだっけ、爪楊枝と、なぜか髪に留めるヘアピンと、ヘアゴム、今日くくってますけど、ヘアゴム。これたまにくくってる時にペチって切れたりするんですよ。で、予備入れてます。こんな感じ。はい。で、カラッペ。結構入るでしょ、この小ささで。を持ってます。で、最後に、お財布です。で、このお財布は、もうすっごく前に、めちゃめちゃ前に買った、こうなんか、サヤっていう、国内ブランドですよね。サヤの結構靴が昔好きで、で、たまたまこれ多分ヤフオクで、昔私ヤフオクにハマってて、結構自分で編んだ、なんか、毛糸のカバンとか、毛糸でコサージュ作ったりして出品してたんですよ。で、そのところに、ヤフオクで、出品されてて見つけた、なんていうかな、やつ。新しかったんですよ。これだから、ヌメ革で、白い感じの、この、まあ、なんかこういうちょっと薄いベージュだったのを、私が使いに使い込んで、今こんな色になってるというね。で、これすごい、まあ、気に入ってて、途中他のお財布に浮気したりもしてて、で、大きい長財布とかにも浮気したりしてたんだけど、今はまあ、これに落ち着いてて、で、結構ね、この外ポッケがね、昔はね、これここに携帯電話入れれたんですよ。でも今、ちょっとスマホになってから入らなくなったんだけど、前はね、ここに入ってたので、ここに携帯入れて持って歩くとすごい便利だったんだけど、今入んなくなっちゃって、まあ、駐車券とかね、しか入れれないんだけど、で、こっちに、小銭入れが入って、で、こっちがファスナーなんですね。で、ここはまあ、いわゆるポイントカードみたいなのとか、なんかそういうのね、いっぱい入れてて、で、中が、よし、こんな感じ。3枚3枚カード入れがあって、さらにこの奥にこういう感じで、この奥にね、この奥にも入れれるようになってて、で、札入れのところが、手前と奥と二重になってるので、手前側にお札入れて、奥側になんかレシート入れるみたいな感じで分けてます。これね、値段は忘れちゃった。いくらで買ったか忘れちゃったけど、でもまあ本当、使えば使うほど味が出るって感じで、まだ当分、ちょっとね、使いすぎちゃって、角が擦り切れかけてて、まあ、ここは穴が開いたらね、さすがに違うお財布に変えないといけないかもなんだけど、今のところ気に入って使ってます。はい、ということで、はい、カラッペ。はい、私のカバンの中身紹介でした。今日はここまで。みこでした。